はい、こんにちは。坂上一志でございます。今が2024年4月の10日の水曜日10時34分です、えー。実は今日から世界一周に行くんですが、11時には出発する前に今3本動画を撮ってる感じなんですけども、えー、と皆さんと情報を共有したいと思っております。今日のテーマはこちら。ANA のファーストクラスで世界一周の SFC とクレジットカードの選び方という話です。えー、SFC というのが、 何かというと、ANA のスーパーフライヤーズカードというものでして、特別なサービスで優待が受けられるよと、ANA のラウンジとか使えるよっていうのがスーパーフライヤーズカードというのを持つと、なんですね。じゃあど、どんなものがあるかというと、このプレミアムメンバー専用のラウンジだったり、サービスデスクだったり、座席クラスのアップグレードができたり、国内線の先行予約だと、座席指定が優先だと、ご予約時の空席マッチが優先だと。 いう話なんですけど、まあ僕の中でラウンジサービスが一番いいんじゃないかなとは思ってるんですけど、SFC の入会条件っていうのがありまして、これがプラチナとダイヤモンドっていうのがあって、プラチナ、私はこれになる予定なんですね。アナのファーストクラスで世界一周するとなんですけど、で、これが5万ポイント。で、ダイヤモンドっていうのはその場合の10万ポイント。なかなか慣れないぞって感じがするんですが、あと、うん、一生涯でライフタイム100万マイル。100万ポイントか。あ、100万ライフタイムマイル。 これもちょっと大変だろうなと思いますけど、仕事でね、世界中飛び回ってる人はこうなんでしょうけど、ごくごくわずかじゃないかなとは思います。で、えー、いろいろ調べると SFC 修行に必要な費用裏技とかっていうのがあって、オフシーズンの東京と沖縄を往復すると、50万から60万かかるぞと、で、何往復かするっていうのがあるんですけど、私60代なもんですから、もうちょっと疲れて、それはもうやる気ないわなって、なんかタッチして帰ってくるみたいな。何ですか、羽田から沖縄行って、 着いたら1時間後の便で帰ってくるみたいな。これ2回やるとかですね。うわーって感じなんですけど、やりたい人は、お好きな人はどうぞなんですけど、ちょっと私にはできないなっていう感じです。で、だったらっていうことで、ならば死ぬ前にアナのファーストクラスで世界一周してみよう、見ちゃおうと。これ160万だよと。 で、マイル数とかだったらどうかなっていうと、お2万9000とか、このフライオンのこの4万9000、これで5万ポイント貯まるので、プラチナの会員になれるっていう話なんですね。で、じゃあ次にクレジットカードの選び方はどんなものなのっていうと、一度 FSC になると、年会費を払うだけで SFC のステータスが維持できる。さっき言ったようにステータスっていうのはラウンジ使ったりとか、そういうものができるよって話ですね。で、その際に ANA のの、アナの JCB のワイ ワイドゴールドカードっていうのを私は今回作りました。この世界一周のために。だから1ヶ月前には、世界一周に行く1ヶ月ぐらい前にはこれを作っておく必要があるんですが、カードが JCB、Visa、マスターとかブランドがあるんですね。で、これの違いの件が意外と大事。それとゴールドとプラチナと普通があるんですけど、これの件。それと利用限度額の件。 それと保険が利用負帯っていうのと自動負帯っていうのがあるので、これについてちょっとお話します。これが大事なところだと思ってるんですね。いろいろもうなんもうこれ10時間以上調べましたんで。で、カードはどういうことかっていうと、カードの種類とシェアでいくと、Visa、マスターがやっぱりシェアが高いんですね。で、JCB がその次なんですけど、JCB は国内ではシェアある程度あるんですけど、海外で使うにはちょっと難しいというか、使えない店も出てきてしまう。なので、 結論は使うんだったら、ビサかマスターがいいんじゃないんですかっていうのが私の意見です。あと、アメックスとかダイナスってあるんですけど、これ、海外のブランドではあるんですが、うん、ちょっと高かったり、日本人に馴染みがなかったりがあるので、えー、っていう感じかな。で、アナのワイドカードっていうのがありまして、これ、無料の分と、ゴールドカードって a n アナ、ワイド、ゴールドカードっていうのが1万5400円かかるんですが、保険がついてくるよって話なんですね。 で、プラチナになると7万7千円かかるね、うん。7万7千円はちょっと高くないかって感じで、私はゴールドにしました。まあ、無料のやつも良かったんですけど、保険の分が良かったので、ゴールドにした感じなんです。で、利用限度額っていうのがあって、ANA のワイドゴールドカードっていうのは、僕は結論は三角でした。なぜならば JCB にしたんですけど、ANA ワイドゴールドカード、JCB のカードだと50万円なんですね。で、限度額上げようとしても上がらなかったんです。 でさっき言ったように、世界一周すると160万かかるので、このカードで160万を払いたかったんですね。そうすると、なんかポイントが貯まる上に、なんですか、マイルの件とかもなんか、ちょっとプラスに働くみたいな、まあ、細かい話なんですけど、でも払えなかったんです。なので、えっっていう感じがありました。利用限度額についてはですよ。ところが、なんですが、VISA だと150万円まで利用限度額が使えたんです。 さらに三井住友カードの NL ってノーナンバーなんだけど、なんか、えー、と一番安い無料で作れるやつは、これまた150万円まで使えたのでえ、どういうこっちゃって感じなんですけど、つまりカードの種類とかゴールドになっても利用限度額がすごい高いわけでもない。で、これもインターネットで何回も調べたんですけど、 うん、JCB だと200、300万まで使えますみたいに書いてる人いるんですけど、使ったことない人なんですよ、そういうの言ってるの。で僕はこれ、もう本当に作りましたんで <laughs> あの、ANA の JCB のワイドゴールドカードは悪くはないんです。でも、利用限度額は50万までなので、これで支払うことはできません、150万を。で、私の手持ちのカードは何かっていうと、楽天で JCB の作ったんですけど、VISA も必要だと思ってる、VISA も作って2枚持ってます。 あとはアマゾンプライムのマスターカード、つまり JCB、Visa、m a s t と3種類持ってるんですね。これに今回足したのがこの2枚です。ANA のワイドゴールドカードの JCB。これは支払いのためにですね。そして SFC になるためになんですけども、これを作りました。それと三井住友カードのこの NL っていうのを Visa で作りました。これは無料だったのと、これに支払いを一回統一しちゃいたいなと思ったからなんですね。 保険について、これが意外と大事なんですが、利用負担と自動負担というのがありまして、利用負担というのは、そのカードを使って支払いをすれば、例えば ANA のワイドゴールドカード JCB を使って、世界収納160万のうちの150万のうちの50万の支払いをしたんですけど、そうすると利用負担になるんですね。もう一方で自動負担というのがあって、そのゴールドカードという、この JCB のアナワイドゴールドカードを持つだけで自動負担で、どこの、それを使わなくても、それで、そのカードで支払いをしなくても自動的に保険がつくよと。で、えー、損害保険の会社に勤めてる、ある、まあ、札幌支店長みたいなのをやった人間にも確認したんですけど、個別に保険って入った方がいいのと、それともこの、こういうゴールドカードとかで自動負担でついてるの、どっちがいいのって言ったら結論は、 個別に入らなくてもいいんじゃないかと。この負担の分だけで、カードの負担の分だけでいいんじゃないと。俺はそうしてるよと彼は言ってまして、まあ個別で入るにしても、今回2回行くので、アジアとヨーロッパ、まあそれぞれ払っても5000、5000ぐらいの感じではあるんですけど、合計1万ぐらいではあるんですが、このゴールドカードの1万5400円を払うことで、この自動負担がつくので、それでいいかなと思ってます。っていうのは、個別に入るのと、もうこのカードの保険、 個別に入る方がカバー率が高くても、どっちかしか使えないらしいんですね。仮に何かが起こっても、A と B 両方保険入ってても、カバーの広い方を使ってこっちは使わないっていことになるので、カードだけでもいいんじゃないっていう、こういう考え方のようです。一般的には。それは最後はご皆さんで決めてくださいね。で、n a の JCB、ワイドゴールドカードについては、ラウンジの無料利用ができるんだっていうんで、あ、そうと思って入って、札幌で使おうとしたんですね。その時に3つあって、 ANA のラウンジっていうのは普通のラウンジっていうのとスイートのラウンジっていうのがあるんです。このスイートのラウンジっていうのはさっきのダイヤモンド会員とかのプラチナ会員みたいな一番上の方の人じゃないと使えないんですよ。で、空港の札幌の空港のラウンジっていうのはこれ1と2と3は別なんです。全く別物でこのワイドゴールドカードを作るとこの3の一般の人が使える空港の札幌のラウンジが使えるんです。でもほとんど満員みたいな感じでした。 ななんんかかちょっととうわこんな人がいるのかとで僕はあまりそのラウンジとかにこだわりがないもんですから普通にビジネスでずっと飛行機使ってたので,えなんですかこうチェックインするあの辺で待つんでもあんまり苦じゃないもんですからえこれだったら別にここ無理にラウンジ使わなくてもいいやとそれとアナのチェックインのカウンターとこのラウンジ普通の空港のラウンジの距離がすごい遠いんですよ。 ものすごく歩くんです。400メートルぐらい歩くかな。エレベーターで上がってみたいな。だったら別にそこまで着かなくてもいいかなっていうのが僕の感じですで。このファーストクラスになると、今回ファーストクラスで旅行するんですが、その場合にはこの ANA のスイートのラウンジっていうのが使えるそうでして、それと SFC になって、なんかランクが上がると、このスイートとかが使えるっていうので、今回はこのスイートが。 えー、アナのファーストクラスで世界一周をすると、このスイートが使えるようです。SFC っていうのは変更すればいいんだよということで、維持費15,400円を払えばスーパーフライヤーズカードっていうのができると、今回私、アナの JCB のワイドゴールドカードにしたんですが、今年の秋に世界一周が終われば、えーまあ、しばらくしたらその書類が来てスーパーフライヤーズカードをにする予定です。 その時の一番のメリットは僕はラウンジの利用かなと思ってました。あと保険の自動負担がついてることで優先登場ぐらいかなと。で、まあ60歳過ぎたら SFC ぐらい持っててもいいのかなっていう感じで、えー、この SFC っていうのは。まあ最初はどういうものかよくわかんなかったんですか、まあ。まあそんなにすごくもないけど、まあごめんなさいね。これをすごい誇りに思ってる方もいらっしゃるかもしれないんで。あのまあ少しランク上がるよねっていう感じかな。なんか僕の場合ちょっとカジュアルで、なんか無理に なんかすごい高いものを買ったりとか、会社買うの好きな人とかいるじゃないですか。あんまりするううところがなくて、今も車持ってないんですね。<laughs> なのでもまあ60歳過ぎたら、あんまり恥ずかしくない程度に SFC1 枚、アナのファーストクラス世界一周しとけば、これが手に入るからいいんじゃないかな、ぐらいな感じでやったっていう感じでございましょうか。そして、えっ、ー、と、ちょっとこれだけやっておきたいんですが、 えっと、これですね。アナのステータス、ダイヤモンドサービスメンバーっていうのがあって、ダイヤモンドサービスっていうのがあるよと。ブロンズとプラチナがあって、ダイヤモンドがあって、ダイヤモンドになると、待遇が随分いいぞっていうやつですね。それと、クレジットカードは、さっき言ったようにシェアっていうのがあって、ビサが今国内、日本国内ではビサが50、JCB が28、マスターが17というデータが、この IPSOS という会社から2020年のデータで出てるようです。ホームページとかで見ました。 で、えー、っと、やっぱり世界で、えー、一番なんですか、シェアが高いのが Visa で、次がこのマスター、そして JCB という感じなので、アメリカンエクスプレスとかあるので、ダイナスとかありますけども、世界と日本でもちょっと違うんだよねって話ですね。で、Visa、国内のシェアは Visa が50で、マスターがまあ約20。で、海外のシェアが Visa が、 約30で、ね、マスターがその半分で15とかなので世界一周とか行くんだったら Visa とかマスター持ってた方がいいんだろうねやっぱりねっていう感じでございますかねでクレジットカードの世界シェアの2000人あるデータまあ、データによってちょっと違ってはいるんですけどユニオンペイっていう銀聯カードっていう中国でよく使われるやつですねが世界シェアが人口が多いので、ね、これが高いんだと思うんですが次は Visa、マスター、アメックス、ペイパル ダイナース、JCB ってなんと世界では0.8%っていう、まあそういうデータが、このクレジットカードの市場資格、業界ランキングっていうので出ておりました。で私作ったのこれです。ANA の JCB、ワイド、ゴールドカード、空港ラウンジ、専用デスクもって言って1万5000円。えー、作るなら、私個人はこれを作ったし、まあ、えっと、さっきやった支払い限度についてはちょっと課題がありますが、一番これいいんじゃないっていう感じではあります。 それとこの d イ e with Zero という本ですね。これは、えー、まあ、うん、いい本なので、死ぬまでに全部お金使い切っちゃおうよという話でございました。ありがとうございます。また現地行ったら、えー、ドライブまたは現地で撮ったものは飛行機ごとにタイエアとか、えー、アナーとか、えー、シンガポールエアとか、それぞれファーストクラスの座席とかもこれから撮ってご案内したいと思っております。ありがとうございます。